ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。今年から始まりました、非常に YouTube っぽい企画、買ってよかったものベスト5。今回は2021年7月8月の買ってよかったものベスト5を皆さんにご紹介したいと思います。音楽制作や音楽にまつわるもの、YouTube の動画撮影編集にまつわるもの、その他いろいろとご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。また、紹介した商品の詳細は説明欄からご覧いただけるようになっております。そちらも合わせてチェックしてみてください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。それでは早速ご紹介していきます。2021年7月8月の買ってよかったものベスト5、第5位はアポジーデュエット3です。今こちらに見えてます、ちょっと光ってます、オーディオインターフェースです。開封動画も出してますけれども、まあ今僕はこれのおかげでちょっと楽しいというか、まあこれぐらいしか楽しみがないというか、なんというか、このアポジーの音だったりとか操作性だったりとか、あとはまあ録音の音質だったりとか、そういったものを確かめるっていうのがまあ楽しみになっておりまして、レビュー動画も数日中にはアップいたしますので、気になってるって方はぜひそちらの動画もチェックしていただけると嬉しいです。まあ必要なものだったかと言われると、全くそうではないんですけれども、今までね、こちらのアポロツイン X っていうのをずっとメインのオーディオインターフェースとして使ってきて、まあこいつもね、音質、まあDA ですね、デジタルアナログの変換の音質に関して、ちょっとなーっていう不満っていうかモヤモヤっていうのはあったんですけれども、機能的にはもう全く十分でございまして、なんならこの新しく購入したアポジーデュエット3の方が、あんまり融通が効かないというか、いろいろできるのはこっちなんですけれども、まあこのデュエット3にはデュエット3の魅力っていうのがあって、でやっぱりいらないものを買う時ほど楽しい、っていうところですね。必要性があるものを買うのもまあ楽しいけど、必要ないけどなくてもいいけど欲しいものを買うっていう時がやっぱ一番楽しいと思うんですよね。そういう意味で、テンションが上がる、一つだったかな、テンションが上がる買い物だったかなっていうふうに思います。第5位はアポジーのデュエット3でした。続きまして、2021年7月8月の買ってよかったものベスト5、第4位はこちらでございます。じゃーん、何かわかりますでしょうか。カリタの、コーヒーメーカー、1人から2人用でございます。ウェーブドリップっていうんですかね、そういうまあ専用のフィルターに対応したコーヒーメーカーでございまして、これを第4位ランクインさせました。で、以前までですね、これの3人から4人用っていうすごい大きいやつ持ってたんですよ。Amazon のセールでめちゃくちゃ安くなってたんで、まあ大は小を兼ねるだろうと思って大きいやつをね、買っていたんですけど、やっぱり大きいと洗い物大変だったりとか、あとはなんか微妙にね、こう自分の飲む一杯分を作るのに、適してないような作りになってたりとかね、するんですよ。で、今回ちょっと新しく1人2人用のやつを買い直して、でしばらくその豆をひいて、コーヒー入れるっていうとこから遠ざかってたんですけど、これ買ってからまたその豆をひいてコーヒーを入れるっていう習慣がまた戻ってきて、でやっぱりいいんですよね。美味しいし、豆ひいてっていうところのこう香りを楽しむみたいなのも、なんかちょっと、リラックスタイムっていうか、そういう時間で自分に酔えると言いますか、いいなっていうところがあって、まあこいつを買ったおかげで、またそういった時間がこう戻ってきたっていうことで、買ってよかったなと思います。第4位は、カリタのコーヒーメーカーでした。続きまして、2021年7月8月の買ってよかったものベスト5、第3位はこちらに映っております、 Windows の自作 PC でございます。
結構お金かかりましたよ。30万円ぐらいかかりましたかね。どんなパーツを使って、どんな感じで組んだかっていうのは動画アップしてますので、興味ある方は右上の情報ボタンからぜひご覧いただきたいんですけれども、まあなんかやっぱ勉強になったし、楽しかったし、でここに光っててちょっとなんか光ってんなって思うし、あとはまあ現状ね、その30万円分の使い道がちゃんとこうなんていうんですかね、こう活用できてるかって言われると全然なんですけど、今はもう配信専用マシンみたいな感じになっていて、最近やってる配信っていうのは全部こっちの Windows マシンと、OBS を使ってやっていて、まあ Mac の OBS ではできなかったこと、スペック的にできなかったことだったりとか、Mac 版の OBS には搭載されてない機能っていうのが結構あって、まあそういったところを活用して、最近の配信っていうのは、このPC を導入する前よりは、まあちょっといい感じのというか充実したものにはなってるかなというふうに思うんですが、まあこれからね、さすがにこう配信専用マシンとするには30万円お金かけすぎだし、スペック持て余してるよねっていうところもあるので、なんとかしてね、活用していけたらななんていうふうに思っていますが、今のところはこう Windows を触ったことによって、久しぶりに使ったことによってこう Mac の良さとかありがたみみたいなのを感じてるっていう方が大きくて、もっと Mac が好きになったみたいな部分が正直大きいですね。もうちょっとね頑張っていろいろ試せばね、いろんなことをやっていけば、あ、これ Windows じゃなきゃできないことだよねみたいなのはどんどん出てくるんだと思うんですけれども、まだちょっとそこまではたどり着けてないかなっていう感じです。ぜひ視聴者の皆さんにはいろいろと教えていただきたいなと思います。ということで第3位は Windows の自作 PC でした。続きまして、第2位ご紹介したいと思います。2021年7月8月の買ってよかったものベスト5、第2位はカルデジットのサンダーボルト4 USB4 ケーブル 2m でございます。僕のね買ってよかったものランキングってこう上位になってくると地味になっていくっていう傾向があるんですけれども、今回の第2位は、カルデジットっていうメーカーが出してるサンダーボルトケーブルですね。でサンダーボルトのケーブルって規格、まあ使用上ですね、0.8m までかな、しかないんですよ。それがなんかパッシブケーブルっていうのかな、基本的には 0.8m までですよって長さが決まっていて、でそれ以上の長さになるやつっていうのはアクティブタイプとかアクティブケーブルっていうふうに言われて、値段がすごく高くなるんですね。 0.8m で、まあ、3000円とか4000円ぐらいで買えるんですけど、 2m になるともう1万円近くになっちゃうっていう、まあ、メーカーによってこう微妙に価格っていうのは違うんですけれども、まあかなりね値段が跳ね上がると。でもっと長いケーブルとかもあるらしいんですけど、まあ、長くなれば長くなるほどめちゃくちゃ高くなっていくっていうね、それがサンダーボルトなんですね。で僕は今まで、まあ、機材に付属していたおまけでついてたとか一緒に買った0.8m のサンダーボルト3ケーブルをなんとかかんとかねやりくりして、いろんな機材っていうのをつないでたんですけども、どうしてもレイアウト的にもうちょっと長いケーブルが欲しいと、ケーブルがあと20センチ30センチ長ければこれとこれつないでここに置けるのにみたいなね、そういったところがあって、でもやっぱケーブルに1万円、サンダーボルトのケーブル1本に1万円ってなかなかこう勇気がいるっていうか、こう踏み出せずにいたんですね。なんですけど、いやもうこれは便利になった方がいいだろうと思い切って買おうと。でどうせ買うならサンダーボルト3ケーブルの長いやつじゃなくて、サンダーボルト4 USB4 っていう最新の規格のものを購入すればいろいろ検証もはかどるんじゃないかということで、今回はサンダーボルト4 USB4 ケーブル 2m を購入しました。1万円近くしました。高かったです。まあ他のメーカーでもうちょっと安いのもあったんですけど、一応カルデジットのケーブルっていうのは今まで何本か使ってきていて、USB じゃない、サンダーボルトのドッキングステーションっていうのも僕カルデジットのやつ使ってるんで、そこは統一させようかなと思って、このケーブルにしました。このケーブルを買ったことによって、Mac を、置きたいところに置けるようになった。でそこから移動したい場所にこう移動できるようになった
っていうね、めちゃくちゃ快適になりました。まあ高かったけど買ってよかったかなっていうところで、第2位にランクインさせました。それでは2021年7月8月の買ってよかったものベスト5第1位をご紹介したいと思います。第1位はこちらです。じゃ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 ーん、見えますでしょうか。川崎フロンターレのリミテッドユニフォームでございます。背番号11、小林優のネーミング入りでございます。はい、もうこれこそね、まさにいらないもの買うときほど楽しいってやつでございますね。僕まあたまにねフットサルとかやるんで、そういう時にはまあ着るんですけれども、最近ね J リーグのチームっていうのは、まあ、資金力のあるチームだけなのかな、全部が全部ってわけじゃないと思うんですけれども、夏休み期間とかその先とかね、夏の期間に1ヶ月限定でリミテッドユニフォームっていうのを着る時期があるんですよ。まあチームによってまちまちだったりするんですけど、で川崎フロンターレもリミテッドユニフォームっていうのを毎年やってまして、でこれがね受注生産なんですよね。夏の手前に、まあ、6月ぐらいから予約が始まって、予約した人に、の分だけ生産して、届くみたいなね、そういった形になっていて、リミテッドユニフォームね買いたいな買いたいな欲しいな欲しいなってね毎年思ってたんです。思ってたんですけど、なんか迷ってるうちに応募がこう定数に達してしまったりとか、締め切りになっちゃったりとかで、またこれ届くのがね、注文してから2ヶ月後とか3ヶ月後なんで、やっぱ買ってすぐ届く、すぐ手に入るっていうのが僕好きで、待たされるんで嫌なんですよね。なんかその間に熱が冷めちゃうっていうか、まあそれで言うと今ソニーの ZV-E10 っていうミラーレスカメラ、一応僕予約したんですけど、それもねもう間が空いてて、もうだいぶ熱冷めちゃってるんですけど、なんかそういうの嫌だったんですよね。でそれでなんか買えずにいたんですけど、もう今年はちょっとお金、懐、お財布事情も余裕があるし、今年こそ買おうと心に決めてリミテッドユニフォーム注文しましたよ。そして小林優でございますよ。小林優選手ね、応援してるんですよ。まあ、なんでかっていうと、まあ、名前が優で一緒だからっていうのと、あとね実はね同い年っぽいんですよね。同世代ということで、頑張れと応援しております。今年はね結構怪我がちで、なかなか出場時間っていうのはねあんまりこう伸びてないんですけれども、それでも途中から出てきた時にはバシバシ点を取って、この間もね久しぶりの先発で、めちゃくちゃいい動き、いい働きしてました。はい、でねこれね U って名前書いてあるユニフォームを着ていくとね、フットサルとかやるときに初めて僕のことを知る人に名前を覚えてもらいやすいとかね、そういう話もあるんですけども、で今回のねユニフォームはですね、川崎市のなんか水道のなんちゃらとコラボみたいな感じで、水をイメージしていて、で川崎市のなんか多分シルエットみたいなのも入ってたりとかね、川崎フロンターレはめちゃくちゃ地域密着型のクラブでございまして、毎年ねリミテッドユニフォームっていうのはなんかねいろいろ川崎市にちなんでみたいなデザインになったりするんですけれども、今回は水道のなんかがあれだというなんかがあれだっていうでね、今年に関しては昨年 J リーグ優勝しましたので、 J リーグのチャンピオンバッジと、さらに天皇杯も優勝してますので、天皇杯の、勝ちましたよっていうやつもねついてますっていうことで、まあ記念にいいんじゃないかなっていうことで、買いました。いやー飾ってるんですよ部屋に実は、でニヤニヤしてるっていう感じですね。ということで、7月8月の買ってよかったものベスト5第1位は川崎フロンターレのリミテッドユニフォームでした。はい、いかがでしたでしょうか。まさかまさかの、1位っていう感じだったと思いますけれども、次は、9月10月ですかね、なかなかねやっぱね YouTuber って言われてる人たちほどねいっぱいお金使えないなっていうのはあるんですけれども、なんとか5つ絞り出してね、皆さんにまたご紹介したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。